Are we okay? Okay. よろししいいでしょううか皆さんありがとうございます、えー、午後の早いお時間にこの非常に美しい日本の京都にお集まりいただきましてまたリモートでオンラインで参加されている皆様私の、えー、同僚は、えー、ラテンアメリカから参加していまして深夜だと思いますけれども、えー、そして、えー、皆様同僚の皆様 私はアルゼンチンのサイバーセキュリティの専門であります。またトレーシーさんが彼が私と一緒にコーファシリテーターの役割を務めてくださいます。今日のテーマは 国際的な交渉と現場での体験の格差を縮めるということで、サイバーセキュリティ、サイバー犯罪、オンラインの安全性について話してやっていきます。クリストファー・ペインターさん、GFC のディレクターです。サイバーの専門家です。サイバーセキュリティ、サイバー犯罪の専門家でありまして、えー。 最初のサイバー外交官でいらっしゃいますそしてオンラインではカトリッツァ・ロドリーゲス EFF のポリシーディレクターということでグローバルプライバシーを担当されていますカトリッツァいらっしゃいますかオンラインで参加されてますかお元気ですかニューヨークにいらっしゃいますが彼女はペルー出身ですカリッツァようこそいらっしゃいますそれからアリサ・スタルサック 彼女はクラウドフレアの副社長でグローバルヘッド、公共政策の担当です。ではトレーシーさんの方からその他のパネリストを紹介していただけますか。はい。皆さん、ようこそいらっしゃいました。まず、エリザベッタ・ベアコーバさん。彼女は アライアンス・フォ・ザ・プロテクション・オブ・シチュー・ジェン・エナ・デジタル・エンバーマントの議長をされています。つまり、デジタル環境における児童・子どもたちの保護のチェアパーソンです。そして、エルネスト・ロドリゲス・エルナンデスさんは、キューバ共和国の通信大臣です。副大臣です。失礼しました。そして、リモートで参加されているのが、フォラ・ケ・オラ・グジュ。 で西アフリカ諸国の経済コミュニティのサイバーセキュリティインターネット・ e アプリケーションのプログラムオフィサーです。ではオルガさんにプログラムを進めていただきましょうトレイシーさんパネリストの皆様。 リモートあるいは対面でこのように参加していただいてますこのセッションの目的ですがいくつかの国際的な活動がありますし国連のさまざまな努力もあります。ササイイババーーセキュリティサイバー犯罪 え、に対してはオープンエンデッドワーキンググループというのがあります。え、それから国連のアドホックコミュニティというのもありますし、え、地域のさまざまな、え、イニシアチブともというのもあります。え、さて、そういった、行動というのは各国の、規制であったり、え、サートの、活動だったり、あるいは企業の、お。 ベストプラクティスの実践とどのように関連しているんでしょうかそこには実際の関連性があるのかインパクトがあるのかどうかグローバル政策というものを構築するそういう努力がされているのかどうか、まあ、リンクがあるのかどうかそしてそのリンクを強化するためにはどうすればいいのかグローバルそれから国家そして地域の活動というのがあるわけで、まあ、いろんなあの。 質問ががありますがトレーシーさん,ん,、ね、ーーさん失礼しました先にコメントしていただくんですね、はい。今おっしゃったことに関してなんですけれどもベストプラクティスという今言葉が出ました。でその中でグループでまあ初見というのを出したわけです。でその現場での体験はどうなのかクライアントだったりステークホルダーだったりあるいは。 サイバーセキュリティの専門家の人たちといろいろと活動する中で潜在的なベストプラクティスというのはどういうものになるんでしょうか。でそこからま学習した教訓というのもあるかもしれませんのでその辺を今日はぜひ聞かせていただきたいと思います。また会場の皆様からの質問も受けたいと思います。まあの理論ではなく現場の話をしたいと思います。これはサイバーセキュリティに関してです。アトリシーさんありがとうございました。 クリストファーさんの方から非常に体験豊富でありますのでクリストファーがえーまあ来月世界中に行くと言っていますえとても大事な仕事をキャパシビルディングあるいはサイバーセキュリティでされているのでクリストファーさんこの UNOEWG いやサイバークライムサイバー犯罪のアドホックコミッティこういったところはどのように効果的にその専門知識であったり所見であったり現場での体験そういったものをリンクさせていくことができるんでしょうかありがとうございます。私首の周りに何をつけているるかかと思われれもしれませんがあの実は これは軍一党の日本からの叙勲を私受けまして日本,日本からそれを今日はわざわざつけてきたわけですサイバーセキュリティというのは政策の課題でありますが日本政府とは私政府の職員をしていた時に非常に緊密に連携をしました非常に長い経験を連邦政府でサイバー犯罪に対処してきたという経験がありますそして FBI だったりホワイトハウスであったりそして国務省だったりというところでも勤務してきましてニューヨークに作業部会というのを作りましたそして今現在このアドホックのサイバー犯罪に関する交渉というのが進んでいます。他にも いいろろなことが行われてますさ,さてその現場での経験というのはどのようにその政策にリンクさせていくのか、まあ、外交官というのはまあサイバー外交官というのが大勢今いるわけですよね。しかし彼らは実際の現場の実践をしている人たちとは少し違うわけです。そして国連レベルには 国連の専門家がいますしかしそれは国の代表という立場でのステークホルダーなのでそしてまた地政学的な問題というのもあるわけです。したがって地政学的な問題によっていろいろと問題が進んでいるということがあります。さてて専門知識ですけれどもサイバー犯罪の条約を交渉している時に どのようにその調査をしているのか何がうまくいったのか何がその侵害となったのかということでえ専門家の意見を聞くことが大事であります政府の専門家そしてえ政府以外の専門家の意見を聞くことも大事ですサイバーセキュリティに関してもしっかりでありましていろいろな人たちの意見をどうやってえそこに取り組むのかということが大事でありますまだまだ不完全です それについてはマルチステークホルダーの話をするときに後で詳しく述べますしかしサイバー犯罪のこの条約というのはまあどこどうなるかということはここでは断言できません性格的な違いというのも相違というのもありますし作業部会でそういった差,に差異について交渉が進んでいます各国が非常に関心を示しています。 でもある意味では何にもまだ起きていない何も結果が出ていないという状況だというふうに言えるのかもしれませんもちろん活動はあります動きもあります政治的なプライオリティというものも各国によってあるわけですしかし政治的なレベルと実践者のレベルの間にはギャップがありますえそれが両方必要なのです 情報というのは政策を作っている人たちとそしてサイバーセキュリティやサイバー犯罪の専門家の人たちの持ってくる情報とリンクさせる連携させる必要がありますそれによってネットワーク上で守られなければいけない人たちを守っていくことができるわけです。ということでまとめですけれどもランサムウェアというのはこの数年の間に今まで以上に 各国のプライオリティになってきていますある意味ではこのま例えばガソリンのためにガソリンを入れるために列を作ったりハンバーガーとか食べ物を 買うこともできない人たちもいたりという人がいる中で政治的な問題にこのランサムウェアというのがなっていってそれが原因となってこういった犯罪が横行しているわけでありますこの会場というのは IGF の関連の皆さんだと思いますけれどもそれ以外の場所でもこの話をする必要があると思いますはい、えー、テ技術の人たちと政府の人たち外交官たちの間での話が大事ですけれども私はエンジニアですテクまあテクノロジー 当時の方の側の人間ですがそういった時にコンセプトまあ概念的な問題 をあを話すことによって、その他のステークホルダーの皆さんに理解してもらうことが大事だと思います。概念が分かれば話が進みやすいと思うんです。そうだと思いますよ。まあ、テクニカルな問題ですけれどもま非常に複雑な問題でま高度が分からなかったとしても、地政学的な問題が分かれば、私自身もともとあの弁護士です。しえ、そういった意味でもこの問題に対処しているということです。では。 他の質問でまたフォローアップさせてくださいッではカトリッツァさんにお願いしますニューヨークにいらっしゃいましょうねどうですかはい聞こえますオルガさんこんにちはしばらく会ってませんけどどっかで会いたいものですねカティッツァさんさてメディアの役割についてですけどもサイバー攻撃サイバーセキュリティリスクが 交渉とそれから実践、それから一般市民の理解をメディアがそれを高めるためにどういう役割ができるでしょうか。ありがとうございます。お目にかかれて光栄です。そして皆さんこんにちは。まず最初に私の作業ですけども、プライバシーの問題です。それから。 犯罪調査におけるそのデジタル関係なんですけれどもサイバー犯罪の政策あるいは立法問題というのを市民社会の観点から捉えてきましたそしてそれを報道してきましたで、私の仕事の多くはそのこう国連のウィーンそれからニューヨークなどで交渉されている交渉をカバーするものなんですけれどもグローバルのレベルにおいては さっきのスピーカーでもありましたけれども異なる加盟国がさまざまな世界中にあって6回の交渉セッションがあっていろいろとこの DD の,その例えば何が 執行報酬機関として証拠を使えるのかというふうなことについての交渉ですらもなかなか紛糾していますさてメディアとセキュリティの問題ですけれどもデータブリーチそれからボットネットなどなどものすごく有害ですで常にメディアはそういったものにさらされています人々をセキュアにすることは可能ではありますけれどもでも とはいえ私たちの人権やそれからプライバシーについてそれを忘れてはならないというふうに思います。脅威ということを考えたときにやはりサイバーセキュリティに発生をベースにして対応するというのは今そういう現状になっていますのでやはりフリーであるということ自体が問題になっています。デバイススとととかかシテテムとかで非常ににセキュリティのののないものといもうのがたくさんあっっててそれによって パッチワークでしかその対応をしていないということによって脆弱性というのがあちらこちらにあるわけです。国内それから国際のレベルにおいてでもそうです。でそれから自らをそういう攻撃からどのようにメディアとして守っていくかということなんですけれども、ランサムウェアなどの攻撃を受けておりまして脆弱性というのが明らかになっています。ですので方針 このの対応の及ばないところに外悪がのぞ広がるのみならずセキュリティリサーチャーそれからセキュリティデジタルトレーナーというふうなものが自らの権利を守るために努力はしているんですけどもやはりテクノロジーの企業の中にもいろいろと人たちがいるはずでその人たちに対して記事を提供してそして 貢献をお願いいするととうことが非常にに重要になっています。でこういったナラティブというのが非常に重要でありましてで、えー、常にこういったプロフェッショナルがどのように仕事をしているかということに鑑みてデータインセンティブ。 ソフトとかあるいはネットワークをセキュアにするということが重要でそれからデベロッパーによって使われるテクノロジーの使い方をよくするそれからソリューションや脆弱性に対してきちんと対応するそれからセキュリティリサーチャーに対する法的な保護を与えるというふうなことが全ての向上につながると考えています。このグランドトリー,ティーが今国連で交渉されれておりますけけどもも法執行力だけしかも ポジティブなところに関してはあんまり光を当てていないというふうな形で交渉がされています。法執行の権力だけをフォーカスを当てて議論をしますとやはり禁止眼的なものの見方しかできない人権において例えば政治的な活動とかあるいは政治的な発言すらもサイバー犯罪になってしまうというふうな状況になりかねないわけです。ですから 我々としてはセキュリティを高めるためにテクニカルのレベルで向上しようとしているんですけれどもしかしながらこの条約協定の中にはこういったセキュリティ関係のリサーチャーの重要な仕事すらも犯罪化してしまう可能性があるような書きぶりになっているところは懸念材料です。ですから政府がエンジニアに対してセキュリティメジャーを 操作のために解除するようにというふうなことも求められるようなそういう状況になってしまうとそうするとやはりエンジニアに対してコンピューターシステムに知識がある人に対してキーとかパスワードをその知識 にに対して与えなななななけけければいいいいというふうなことうこりかねないわけですですから私たちとしてはこれに対しても対応していかなければいけないと思っています。なので犯罪例えばランサムウェアとか重要ですけどもそういったことを知るのは重要なんですけども一方でサイバーセキュリティアシスタントと呼われるものに関しても目を向ける必要がエコシステムに関しても目を向ける必要があります。なののでサイバーセキュリティの というのは泥棒がいてそして警官がいてというふうなシンプルな状況ではないわけですなのでそこを考えなければいけないそれから2つ目ですけどサイバー攻撃というのは手元にデータがないものに対しても攻撃ができうるということですなので ICT システムに対する保護それからそれに対してそれを修復して対策を講じるということが非常に必要ですなので こここれができなないいとととににははやりり無力感を感をじてしまうということになりまううすそれから最後になりますけれどもやはり協力そしてインフラの向上のための協力が必要でありますテクノロジー企業やそれから以外それ以外の企業に関しても政府と一緒になりましてやはり ICT システムを事前に強化してサイバーセキュリティを高めるというふうなための協力をするこれが非常に重要であってそれは我々がやっていけることだというふうに思います。ありがとうございました非常に重要なコンセプトを導入 ししてくださいました例えばセキュリティバイデザイン全てのデザインにそれを取り込むデバイスに全て取り組むということですねそして脆弱性という意味においてはアルゼンチンでは脆弱性において政府に対して接触を図っていたりもしますそれからもう一つメディアの役割 特に一般市民に対して何が起こっているかをふえんするという話がありましたけれども昨日のオープンフォーラムでまさにその話をしました。場合によってはは攻撃はメディアでしか 報道されないアタックされた側あるいは脆弱にある側というのは必ずしも情報を共有してくれませんなのでメディアから得られる情報というのは極めて重要なわけですそういったコメントについてどうもありがとうございましたでは次にアリッサさんに質問をしたいと思いますアリッサさんインターネットガバナンスフォーラム IGF はどのような 人を中心としたアプローチに関してサイバーセキュリティにおいてあるいはその経験や体験を交流させるゆえにおいて役割を演じられるんでしょうか多分この IGF のセッションとしてはこれを目的として行っておりますけれども IGF の役割についてお話をお願いしますありがとうございますちょっとバックグラウンドでなぜ私がここにいるのかというのを説明した方がいいかもしれませんそれからご質問にお答えしますね、えー クラウドフェアというのはグローバルセキュリティカンパニーでありまして100か国以上でオペレーションをしています。 で世界中の人を何百万人の人たちを守っています。多分全てのウェブサイトの20%が日々私たちが守っているということになります。で1点申し上げたいのはいくつか私業界のメンバーとしてサイバーセキュリティ企業としてもメンバーとして参加しています。で我々も攻撃を受けているわけですけどもプラス何が。 インターネット上であるいはインターネットワーク上で起こってるというもそれを守る側でもあるわけです。攻撃を受ける側でもあり守る側でもある。なのでこの問題に関して両側からものを考えられる位置にあります。さてご質問に関してですけれども IGF に関してクロスファイアーが何をしているかですけれども。私たちは 防御の方が犯罪に対応するよりもいいということを申し上げたいと思います。サイバーセキュリティというのはまずは守りであります。サイバー犯罪を全体としてそこから自らを守るということになるわけです。なので今の問題サイバーセキュリティか方行化というのは非常に関係があります。で我々としては守っておくことによってサイバースペースを守ることによって場所が良くなるということがありますし一方で。 セキュア・バイ・デザインという形でそれが展開されていれば非常に良好な状況になるということです。で私たち実践的に考えてしばしばギャップが見受けられます。サイバー犯罪というのはグローバルです。クロスボーダーで越境犯罪ですで。実際それは 国際協力が必要だとということなんです法執行側のなのである一定の段階でやはりこういった国境のバリアというのを取り外していくそして人を中心に対応していくということが必要だというふうに思っていますそれが非常に重要だというふうに思っています。IGF に関しての質問なんですけれどもクラウドフレアがやっているのはさまざまなイニシアチブを提供しています。 脆弱性のあるグループにサポートを提供しています、まあ、デザインなどもそうですでどういう,うなものを提供しているかといいますと、まあ、自分を守るために何ができるかということをサポートしています IGF のようなフォーラムの中で具体的なそのイニシアチブについて話し合って自分を守るということそのステップを教えるということですその防護するためのステップということですけれども 自分がそのサイバー犯罪に巻き込まれる前にそういったことを理解していくということですまた IGF というのはマルチステークホルダーですよねそこが素晴らしいと思います政府だけではなく市民社会も参加していますまた産業界もあります。いりますえそしていろんなプレイヤーがとここで参加者がいるわけです一緒に会話をしたりするというそういうフォーラム場というのはあまりないわけです現実的に考えてきに IGF にとっての最大の強みというのはそこだと思います どういったイニシアチブがそこにあるのかということを人々が理解をするということそしてこの魔法を執行する上での障壁となるのは何なのかということを理解するということだと思いますアリサさん素晴らしい IGF についてのその言及がありました素晴らしい内容でした それから平等のま立場ということですけれども、大臣がいたり、当局があったり、あるいは市民社会の人がいたり、専門家がいたり、ま技術者がいたりが、えそういった人たちがえま交流をする、意見交換をする、そしてお弁当やコーヒー、コーヒーやお寿司など一緒に今食べながらその格差を埋めていくということだと思います。えこのような多国間が出席する会議の中ではこれは決して簡単なこと。 ではありません。もちろんそのステークホルダーが参加自由に参加できないような状況もあったりするわけです。ということで。では、あのトレイシーさんにちょっとあのマイクを渡したいと思います。他のパネリストに質問していただければと思います。はい、ちょっとここであのうち。説明です。けれども、この前この後に。 え皆さん会場から質問していただきますえマイクの前に来ていただけまして質問していただければと思いますそして2つ目私たちのスピーカーのうちの1人がスペイン語でお話になることになっていますのでもし同時通訳の受信機持っていらっしゃらない場合はそしてスペイン語がわからない場合には全員受信機を手に入れてくださいま英語が話せるのであれば 英語ににに翻訳したた紙がありりまますすでは次にエリザベッタに移いいと思います彼女は子どもたちをデジタル環境の中で守るというそういったことをやってるんですけれども自己規制であったり社会的な努力によってデジタル脅威にどのように対応するかということ。とりわけ え、子どもたちをこのオンラインの環境の中で守るということについてですエリザベッタどうぞ社会において重要なのは子どもを守るということですサイバーセキュリティサイバー犯罪から子どもたちを守るというのは非常に重要でありまして過去数年重要性が増して きましたなので子どもを守るためのデジタル環境における同盟を作ったのはまさにそれが理由です。このトレンドは 2023年のブリックサミットで各国のデジタル開発担当大臣がデジタル環境における子どもたちの保護の問題へのコミットメントを公然と表明しデジタル化における子どもたちの保護のための国家間同盟の設立を呼びかけました。ヨーーロロロッパのののみならずグローバルサウスででも同様ですでこのロシアの IT 業界を代表しましまて このデジタルプラットフォームや IT 市場の主要企業が自発的にコミットメントをするということが子どもをインターネット上で守る上で非常に重要だと思っています。でもう一点強調したいんですけども独立のイニシアティブです。 でこのアライアンスでありますけれどもサイバー犯罪から最も若い子どもたちを守るということが目的になっています制限するというのではなくて教育によってポジティブなコンテンツを作る例えばゲームとかポッドキャストを作るというふうなことから始めていますですのでちょっとデジタル倫理 子どものデジタルちん倫理という検証を作っておりまして私たちはで保護者や教育,教育者や政府や企業に対する子どもの安全に関する提案を反映されたものになっていますみんなで守って子どもたちのプライバシーをオンラインで守るそれから包摂性といったものは守っていこうというふうな形でこの検証にのみ守入れています でコンテンツモデレーションに関しては積極的な形という観点からデジタルプラットフォームの自主規制を行っています子どもたちに危害を加える可能性のあるものを拡散しないようにというものですそれから子どもと大人のデジタルリテラシーの向上にも取り組んでいます例えばこれは1年半の間に20回以上イベントをしていますこれは子どもをデジタル環境で守る上において非常に重要です 正しい環境を与えれば主なデジタルプラットフォームが自らの責任を認めて政府の干渉を受けることなくネガティブなコンテンツその他のオンライン上の脅威から子どもを守ってくれるということが分かりましたそれからまた。 その性的搾取や虐待というのがインターネット上での最も大きな脅威であると思います例えば被害者に接触をして画像を共有し他の人に犯罪を起こすように促すというふうなことこれがインターネットで簡単になってきております25カ国の約80%の子どもたちがインターネット上で性的虐待や搾取の危険にさらされていると感じているというふうに国連の情報では触れられています インターネットでの暴力的な問題それから性的な搾取こういったものが子どもに精神的なトラウマを与える可能性があります残念ながらこれに関してはまだ解決がされていません社会もそれから国際機関も努力をしていますけれども問題解決からは程遠い状況にあります WHO は2022年の報告書の中で子どもの性的虐待に放課 フォーカスを当ててオンライン暴力の防止の報告書を書いています。で WeProtectGlobalAlliance という組織はその情報資源でオンライン上の児童ポルノへのアクセスはますます容易になっておりその量はオンライン上の児童ポルノの津波を経験するほど増加していると書いています。 ですので小学生が文字通り3回クリックするだけで深刻な心理的な外傷を与え変えないコンテンツに簡単にアクセスができるわけですから何か手を打たねばなりません。それから子どもの健康への悪影響という意味では子ども自体それからその親はこういったその事件を 公的に明らかにしないわけですだから法執行機関や警察機関がそこに関をしなければいけないというふうに思いますじゃあどうやってこういった 児童性的虐待マテリアルの拡散を防げるのかということなんですけどもまた子どもたちのメンタルヘルスを脅かす性的に露骨なコンテンツの拡散を防げるのかということなんですけども私たちいかに考えていますまず子どもにとって有害な危険な素材のローカライズに関するデータの交換や犯罪者が使用する新しい手法あるいはメカニズムに関するデータの交換 あるいはこういった児童ポルノなどを含むリソースのブラックリストを使う作るということが重要だというふうに思います。また攻撃者とか犯罪者自体に関するデータに関するいわゆるプレデター作処者というふうな人たちに対するリストも作っていく必要があるというふうに思います。それからコンテンテツのブロック ダウンロードしている意識的に悪意のある配信をする人たちもリストで含めるべきであると考えていますそれから各国間でもその関係各家がこういった情報を共有する必要があるというふうに思っていますまたデジタルフィンガープリントあるいはハッシュデータベースなどで 9,126ユニットのコンテンツが2022年にはリムーブされています。これはハッシュデータベースを使ってそれを可能にしました。でロシアの IT 市場の最大手のハイテク企業はこれに参加をしています。いずれにしても私たちはみんなと一緒に共に働くように呼びかけたいと思います。デジタル倫理子どもたちのデジタル倫理の検証に皆さんにも参加していただきたいと思います。どううもありがとうございました、うん 重要なあの点をお話しさせていただいています子どもたちの中の何パーセントでしたっけ80何パーセントの子どもたちが搾取されているという,うことをおっしゃいましたがそれは非常に驚くべき数字ですよね特に私たちは私は この自動売買のそういったことが横行している地域から我が出身であります。ですから具体的な事例としてどうやって対処していけばいいのか例えばブラックリストだとか情報交換であったりとか。 いうことが大事だということをおっしゃっていただきました大変にありがとうございましたこれをあの質疑応答の時にもうちょっと深掘りしていきたいと思いますロシアでこれが進められればいいと思いますでは次の質問に移りたいと思います、えー、次はエルナエル ネスト・ロドリゲス・エルナンデスさんに伺いたいと思います。サイバースペースにおける脅威は非常に憂慮するべき内容になっています。そして国際的な舞台でもこれがあ大きく取り上げられています。どうどうすればこの脅威を軽減できますか？ はい、あの私の考えをここで共有できることを嬉しく思います。え、こういったテーマというのは私たち人類にとって非常に重要だと思っています。まず最も大事なのは。 え、このサイバースペースを定義する必要があると思います。全てのことがサイバースペースで起きているわけですえ、そしてえサイバーの攻撃能力というのがどんどんと進んでいるわけであります。しえ、国家の安全保障戦略の中にま国によっては？この？ サイバー攻撃兵器を使用したりサイバー攻撃作戦の実施が盛り込まれている場合があります今現在こういったサイバー攻撃作戦を抑止するためのま敵対者を抑止されするためのそういった可能性と同様にサイバースペースを新たな紛争の場に変える可能性があるですということは言えますこの危険性というのはさまざまな あ、武力行使をえサイバー攻撃に対して正当な対応とみなすえということによって高まっています。さらに。えより。え、秘密裏に違法にコンピュータシステムを利用するま個人や組織や。そして国家が存在するわけです。第三国に対してコンピュータ攻撃を。 実施することもありますそしてそれによって国際紛争がの引き金となることもありますそしてこういったメディアのプラットフォームである SNS やラジオや電子放送などが手段となってヘイトスピーチが助長されたりあるいは暴力が扇動されたりあるいは破壊工作不安定化あるいは フェイクニュースがルフしたりということが横行する場合があるわけです。これは全て他国に対する政治的目的が背景にあります。またこれは国家にに対しても脅威になるわけです大事なことは国際的な法律の原則にこれは反するわけでありますから。 こういった行為というのはいわゆる第4世代の戦争の一部というふうに呼ばれていましてこれは情報を使って感情の操作に基づいて機能しているということが言えると思います個人情報の保護の権利にこれは違反しているたりするわけです多くの国は こういった問題がビジネスのモデルになっているということを憂慮しています。国際的にな舞台においては、これは武力紛争や非従来型の戦争、あるいは政権交代の試みだったり、あるいは国連憲章や国際法の違反によって。 平和と安全が常に脅かされる国際的な状況の中で起こっているということが言えますではこういった脅威に対抗するために何ができるでしょうかまず一番大事なのは私たちがグローバルなコミットメントを通して ICT を平和的な目的のみに利用するということですそして協力をすることによって人々の発展のために その力を費やすということであります途上国が ICT インフラのセキュリティに投資する際に課される障害をま対処しなければなりませんこれが最も不可欠なところですそして国際的な手段というものを採用してそれもま国際法で保管をしながらそして サイバーセキュリティの分野ににおける重大な法的格差に対応していく必要があります国際協力を通じて増大する課題と脅威に対処することを可能にしなければなりません。そのためには情報を交換しなければなりませんし各国のプライバシーであったりあるいは国内法に違反することがないようにする必要もあります。 また技術的な支援というのはグッドプラクティスをベストプラクティスをベースにしたければなりませんしいわゆるサイバー攻撃に対するコンピューターの緊急対応チームの間でそういったもの情報というのは交換したければなりませんそして最後になりますけれども大事なのは 他国籍の多国間の国連の元にあるメカニズムといったものを設定することによってこういった ICT 利用に関連するインシデントの発生源を公平かつ明確に決定する必要がありますありがとうございました国際法についての言及がありましたけれどもこれは国のアクターに関して のものでありますけれども ICT を平和のために開発していくべきだというふうにおっしゃいましたけれどもそれこそが我々としてはもっと深掘りしていかなければいけないと思いますやはり国際的な文文書を作ってこのようなことを議論していかなければいけないと思いますので後で Q&A の時にまたお話をしたいと思いますでこの後に QA がありますので 次にホララケ・オラグニュさんエコバスの方なんですけどもどうでしょうか彼女の方からは実践的な西アフリカで何が起こっているのかという情報をいただきます。 オラッケさん西アフリカ経済共同体というのは15の西アフリカの各国からなっておりますけれどもこういった国の直面する問題がサイバー犯罪それからサーバーセキュリティの問題についてどういう状況にあるのか教えてください。ありがとうございますトレイシーさんエリッサさんが言ったように今日のは本当にグローバルなトピックですよね。ですから 今日申し上げることを文脈で捉えていただきたいんですけれども西ア,西アフリカ地域というのは 10カ国、15カ国、うち11カ国が LDC 開発国というふうに言われています。だからそれ自体もサイバー云んぬ前に問題があるということがお分かりいただけると思います。この数年、ナショナルコーディネーションを国のレベルでは行うようにできてまだいませんが、できることによって地域のレベルで協力ができるようになり始めています。でサイバーののならず信頼の問題というのも グローバルの問題ですだからお互いに信頼できる相手と話をするその相手が誰なのかというのがわからないと協力ができないということになっておりますのでやはりサイバー脅威に関しては国際条約ブダペストコンベンションとかあるいはアフリカに関してはモラボコンベンションというのがありますけれどもこういうふうな話をしておりますそれから各メンバー国が能力をケーパビリティを持ってコーディネーションしてお互いにコラボレーションするということが必要ですリソースは非常に世界で 不足しているものでありますけれども3つのレベルがありますテクニカル財政的それから人的レベルの3つがあると思いますで、やはりサーバーセキュリティの人が足りないというのはグローバルでそうなんですけれども私たちの地域はもうちょっとそれが重要大な問題になっています人として資格が十分にある人たちはいたとしても数が足りないんですなのでどうやって この知識を少しずつその下の方に落としていってみんなが少しずつ仕事ができるようにするのかという問題があります。それから資金の問題なんですけどもサイバーセキュリティに関してはあまり資金がありません。加盟国によっては 予算に入れるというふうな国もありますけれどもしかし我々としてはもうちょっと予算配分をお願いしたいというふうなことをエンカレージしています。それから技術という意味においてやはり装置とかファシリティがないと仕事をするための道具が揃っていないという問題があります。ですのでこの地域として。 サイバーを戦争として他の地域では捉えているようですけれどもメンタリティとしては物理的なセキュリティというのが重要でそれをもうちょっとその考え方をサイバーにも活用するというふうなことが重要だと思います分ととなったものがあると思うんです。 コロナの前と後で変わったというふうに言われていて西アフリカ地域でもやはりコロナというのが一つの大きな分水例となりましたその前は社会経済的な開発の問題としていろんなものが直面していましたけれどもでもコロナで今度はその中で一番重要なのがデジタル化ということになりましたデジタル化が十分進んでいないと日々にやらなければいけないことが十分できなかったという問題があるからです。 コロナで良かったことっていうのも言いにくいんですけども良かったのはやはりデジタル化という問題が最前線に政策的重要性を持ったということです。で次はセキュリティ問題になるわけですね。ですね。クリス・ペインさんがおっしゃったことを申し上げたいと思うんですけどもやはり我々としてはこのメンバー各国が。 実際にもうちょっとサイバーセキュリティの努力をするように背中を押さなければいけないと思います。でやっている国もありますけれども、15各国が一緒になるというのがその私たちのマンデートです。一緒になった方が強いからですつまり メンタルグッズとかあるいはいろんなサイバースレッドというふうなそのものに関しても各国でやっていますけれども動きをその自由なさまざまな動きが財ではあるわけですからサイバーセキュリティ対応に関しても自由な動きでもってその自由に流通できるようにするということが重要だというふうに思います。西アフリカについて言えば グリッドが落ちてしまうその停電があるあるいはインターネットのインフラが落ちてしまうというふうなことがよくあってエネルギー電気が来ないあるいはいわゆる社会インフラというのが落ちてしまうということがよくあるんですけども今後23年ぐらい経つと多分重要インフラに対してもサイバー攻撃が与えられるというふうなことになると思うんです。その我々としては 我そのどうやってこういったインフラがサイバー攻撃にも耐えられるようなインフラとして市民にさいそのサービスを提供できるようにするかということが重要でそのためには加盟国間の協力が必要でそれを促進していく必要があってあると思っています。まあ、もちろんペアで同じ人たちの協力という風な形にはなりません。その北半球の人たちと南半球の我々とは環境が違うので。 まあ皆さんがやっていることと我々やっていることは必ずしも同じとは言えませんけどもそういう意味で国連はアフリカ地方で非常にきちんとやってくれていると思います。で一か国でというよりは一緒にこの地域で協力してい行きたいというふうに思っています。エリザベータがさっき言ったように彼女のテーマで子どもの保護。 データ交流に効果に関する子どもの保護ということがありましたけれどもそれは子どももちろん重要ですけれども子どものみならず情報共有をサイバー犯罪サイバーセキュリティの文脈の中で重要視するということが重要だというふうに思ってそれに対して対応していく必要があります。タタががさっきおっおしゃたたたようにこのののセセククーー人人ちちそれから公共セクターの人たちが そのもっとやるようにというふうな背中を押さえるようなインセンティブがないんですだからやはり政府がもっとやるように公共部門がもっとやるようにインセンティブをかけていかなければならないというふうに思います彼らはトレーニングを受けていないのであればトレーニングするそうでなければリトレーニングする既に必要なスキルも活用するし必要なスキルをつけていくということが必要だと思います。そそのののためめにには官民の協力が必要だといいう,ふうに思っていてそのレジエンスを高めるそれから西アフリカ地 地域でそのレジリエンストを高めていくためにはそれが必要だと思います。ありがとうございました。あの素晴らしいあの点をいろいろとあの紹介してくれました。まあ、私たちが一丸となって行動が取れる分野というのもお,お示し,してくださったと思います。え確かに一緒にえまあ、作業をする行動を取るえっとベストプラクティスを実践するというそういうあの機会があると思います。今アイサックというものがまあ。 設立されていまして、これは非常に有益だと思います、えー、特にまあこのセクターを超えてまあ、西アフリカだったり、その他の地域がその一丸となって行動できるチャンスだと思います。資源についてもおっしゃいましたね。まあ,あの予算の問題、それから人材の問題があるということだと思いますえー、特にこういった lgc においてはこういったことが問題になります。この地域全体がまあ、サポートが必要なわけです。えー、しかし、この。 無断でと言いますか？その力を結集することによって前に進めることができると思います。では、ここで質問ですか？質疑応答でしょうか？オルガさん。会場の方からあるいはオンラインから質問を募りますか？えっと会場の中で質問されたい方いらっしゃいますでしょうか？スピーカーやコメンテーターがあのお花お答えします。けれど、もマイクが。 ありますので、ぜひマイクにお話しください。まリモートでオンラインで質問される方いらっしゃいますか。あのとても静かな午後ですね。さてじゃあそのそれを待っている間にフラッケさん、あの非常に素晴らしいまとめをしてくださいました。 特に途上国において日アフリカだけではなくて同じような課題というのに直面しています。コメントや質問は会場からないですね。あの特に挙手がないようですね。ではどうですか。リモートではオンラインではいかがでしょうか。はい。一分待ってください。あのオンラインの質問があります。 リアドからの質問で,ハッ,サンさんですハッサンさんはバングラデシュのユース IGF の議長です。で質問はどうやれば効果的なこのテクノロジーを活用してサイバーセキュリティを回避することができるか誰に対しての質問ですか特にこれは一般的な質問ということですかどのように効果的な テクノロジーを活用してサイバーセキュリティを回避することができるでしょうかと特にこの新興テクノロジーを使ってサイバーセキュリティを回避するということですけれどもエリサさんどうぞその質問に答えたい理由というのは私たちが現在話し合っているテーマに セキュアバイデザイン、セキュアバイデフォルトというコンセプトがあります。でそれからこの振興テクノロジーということでマイジェフの中でも話し合われていますけれども AI がサイバーセキュリティに対処するということが話し合われています。これ非常にポジティブだと思います。もちろん否定的な要素もありますけれども。 まあサイバーセキュリティの領域ではまあその利用してしまうと AI を利用してしまうというそういう危険もありますしかし AI がビッグデータなどという分野で脆弱性を速やかに同定してパッチングを速やかにするとリアルタイムで是正するということができるわけですから現実的にはこういったシステムがあ 整備されることが大事だと思いますで、私たちはその方向に進んでいると思いますしグローバルのコラボレーションはその方向に行っていると思いますデータ接待情報共有という話をする時には多くのまあ、要件であったり AI というのはまあ、ビッグデータを必要とするわけですからサイバーセキュリティのシステムのためには 十分なデータへのアクセスが必要になります。それによって保護を提供できるということになります。何かあの追加補足することがありますか。はい、あのおっしゃる通りだと思います。こういったイマージングテクノロジーですけれども、やはりサイバーセキュリティの問題を考えるときにまだ話し合っていないテーマとして、コアスの方がおっしゃっていましたけれども、ま人間がいますよね。で、世界中の人といろんな話をしますけれども、ほとんどの 場合特に途上国グローバル・サースの人たちが一番も関心があるのはキャパシティの情勢のために脅威に対処するためのキャパシティが必要だということなんでサポートが必要だと言っています。実際に、えー 例えば国連ので規範であったりそ,その行動だったりそういったことも大事なんですけれどもサートが必要だということなんです緊急レスポンスチームそういうものが必要だということでもちろん新しいテクノロジーというのはそれがもうすでに埋め込まれているわけです新しいテクノロジーというのがまあ非常に輝いていてその基礎がどうだとかこうだとかいう話をします GFC はそれについてさまざまな作業をやっていますそして世界中でのキャパ シティの構築をやっています。200のパートナーやメンバーがいます。市民社会もいますし、産業界、そして学術界も入っています。世界中が このアップデートされた形で対処できるようにするということでプラットフォームをシェアするということを実現しようとしているわけですから実際的な側面を考えた時に政治的な側面というのはまた別ですけれども実際的には各国が新しい脅威に対して自分たちを守ることができるというそういう機能を作るということだと思います。 クリスさんありがとうございました。2人待ってますね。誰、どっちに先にしましょうか。右、私右の方が先にいらっしゃってますよ。はいどうぞ。ありがとうございます。ジムシンデフェリーと申します。アビュジャン、ナイジェリアのアビュ,ジャ,から来、ま、アビュジャンから来ました。2つコメントがあるんですけども、ままずはパネルの皆さん、この素晴らしいお仕事ありがとうございました。クリスさん、オルカさん本当にありがとうございました。 で最初のコメントですけども先ほどラックさんが言ったように西アフリカの協力その協力が弱体化していますデジタル化がでもコロナのおかげで進んできましたもちろんサイバーセキュリティの問題もありますけれども。 サイバーセキュリティをだからシリアスに取らなければ、シリアスに考えなければいけない、すべてがオンライン化しているからという状況にあります。それから一つ、二つ目ですけども、アフリカに対する経済委員会ですけども、リサーチを行っておりまして、サイバーセキュリティと、それから開発に関する 報告書が出ています目的としては政策立案者に対してセキュリティをもっと真剣にベースをデータベースにするようにということが言いたいわけです。10%サイバーセキュリティの成熟度が上がると 0.654%GDP が1人当たり伸びるというふうに言われています。要するに サイバーセキュリティを真剣に捉えることで付加価値があると経済的に市民の能力が上がるということが立証されていますということもディスカッションに入れていただけたらありがとうございましたもちろんどうぞありがとうございました IGF のアナリストとしてそれを始めたんですけどもまさに重要で先ほどもありましたけれども多くの人たちが興味を持ってます コロナ前もデジタル化にとっては興味がありましたけれども政府の経済面の人とそれからセキュリティ面の人たちがお互いに話をするようになりましたコロナのおかげででデジタル化によってその経済が進むわけですからサイバーセキュリティがしっかりしているキャパシティがシャットしているということが経済にいいわけですただ非常に具体的なのはその これをもっとはっきりさせることによって、政治側のそのこういった問題に対する意識というのが続く、永続的になるというふうに思います。それからありますか？えっとリモートの方、何かコメントありますか？今、あの2問。質問ができましたちょっとあの挙手ができないんですけれどもいいですか？話してえー、ではクリスさんが言ったことに。 GFC のことですね素晴らしいことをやってくださっておりますが GFC のアプローチというのはベストアプローチまあ、グッドアプローチというふうに捉えられています地域の経済のコミュニティであるエコースのようなものをがベースになっています GFC が過去数年間 そこをまメインにして作業をしているわけです加盟国にとってより意味がある形になっていると思いますキャパシティビルディングをグローバルでやったとしても実際には私たちにとって大事なこの西アフリカで大事だと思うことには匹敵したいことがあります2点目確かに まあこの国連の報告書というのもよく分かっているんですけれどももう一度サイバーセキュリティを推進するつまりよりサイバー意識を高めるということそしてエビデンスが必要だとそして事実も必要だとファクトも必要だということですアメリカでうまくいったことが西アフリカでは必ずしもうまくいくわけではありませんからまあやはり その街の中の人たちとの求めているものに答えないといけないと思いますそして最後のポイントになりますトレシーさんが言っていたアイサックに関してなんですこれも大事な点だと思います、えー このま委員会が取っている一つのアプローチです新しいプログラムが G7 のドイツのがホスト議長を務めた時のそのテーマの一つでありました ISAC を設立するということでありますしたがってどういった結果が出たかということもぜひあのこれから聞いていきたいと思いますあのすいませんちょっとあのここで申し上げたいと思いますが え、何年か前になります。うん、何年か前以上でしょうかね？ あのおっしゃった通りのことが起きたわけです。これはやはり需要に基づいたあの結果でなければなりません。ここにプロプログラムがあるからそれを使ってくれということではサステナブルではありません。ですからグローバルであるあるものをリージョナルにする必要があります。アフリカのいろいろなコミュニティは11月にガーナで会合会合を行います。それからハブが OES にもありますし、ラテンアメリカ、カリブ海、そして北米にも。 ありますそれから ASEAN にもあります太平洋のハブというのが太陽諸島のために作られていますので情報交換情報共有もできるわけですまあ、教訓は違うかもしれないしかしそこから学ぶこともできると思いますトレシーさんどうぞ続けてくださいあのマイクの前にいらっしゃる方どうぞはい、ありがとうございます ええオランダの外務省からああ来ましたえまず皆さんありがとうございます質問もありがとうございますえこのようなパネルがえサイバーキャパシティえそしてサイバー犯罪等の話をしていることは素晴らしいと思いますこの三つの点は非常に大事だと思いますどうやってえサイバーレジリエンスを高めるかという時にえ私あの質問がありますあの副大臣に質問があるんですけれどもえ先ほど え、法的に拘束の拘束力のあるえ、そういうま手段が必要だという話をされたと思います。で、まあ国連レベルであったりというところ。でもこのことは議論されています。けれども、もえちょっと考えていたんですが、このディスカッションの中であるいは？ま、国連レベルで国際法というのを適用することがサイバー。 サイバー空間でも適用することができるというふうに確か決めたんだと思いますで実際の専門家が私以外の人とのことですねもちろん国際法がいかにサイバースペースにどのように適用されるのかどういう役割で適用されるのかとそして その点に関してなんですけれども新しい交渉この法的拘束のあるという意味での交渉なんですけれども既存のルールだったり法律がどのようにサイバースペースに適用されるのかということです。交渉を始めて 実際にグローバルコミュニティがまだ国際法がどのように適用されるかということが決まっていないのを交渉を始めてしまってもこれ時期尚早々になってしまう尚になってしまいますのでそういった意味で全ての国がここで合意をして何かその格差を縮める必要があればそこにも対処する必要があります。ITF ですが 国際法やサイバースペースの話をする時にこれは国際法の法律家だけではなくてテクニカルコミュニティや市民社会そしてステークホルダーもそこに参加するべきだと思います国際法をただ作るということだけではないですからどうぞどうもありがとうございますこのご質問に感謝をします 私時間もあまりないので短くしたいというふうに思います。まず最初に国際的な議論が行われております。で、それが今おっしゃった問題、つまり拘束力ある規,則の枠規制の枠組みを持とうということ、それから国際法をこの分野に適用できるかどうかという議論があります。特にに人道法に関して セキュリティ ICT の環境におけるセキュリティがどう使えるかという議論があります。で、ここで重要なのは私たちがこれに対して対応しなければいけないわけですけども、セキュリティとサイバースペースとそれからサイバースペースのセキュリティというのは非常にダイナミックなわけです。そして非常に複雑なわけです。ですので、国際的な安全保障を 今までの文脈で取られるのとはちょっと状況が違うわけです。昨日もその議論がありましたですから私たちとしては今の既存のスタンダードであるとかあるいはグッドプラクティスはそれをサイバーセキュリティでうまく使うということが必要になっていくというふうに思います。 でないと安全なサイバースペースが持ち得ないと思うんです一緒に仕事をしてですからやはりこれを作っていかなければいけないというふうに思いますプラス破壊的な技術あるいは振興技術というのがたくさんありますけれどもこれらもやはり新しい 基準をつかななけければいけないそしてそれらのスタンダードは任意ではなくて拘束力あるものでなななければならいないとううふうに思っていますですのでこういった法律に国が従うようにスタンダードも拘束力のあるものでなければならないと全てのステークホルダーがあるルールに従ってやはり平和なサイバースペースをより協力でもって作っていくということが必要だというふうに思います。 ありがとうございましたオランダそういう GFC を作ってくださったのはまずオランダですけれどもちょっと GFC の帽子は外してですけれども私が申し上げたいのは規範それから共同というのはそれぞれ 違っていて国連の文脈では全て任意なんですねでそれはそのやると決めた国に対しては説明責任があるあるいは責任を持つべきであるというふうになるというふうに思いますそれは新しい条約があるとかないとかということは 関係ないわけです条約というのは常にまあその違反されておりますのでそういう意味で今条約を持つというのはちょっとまだ時期尚早で規範とかあるいは濃霧とかそういったものというのがいいのだというふうに思います。ですのでこういったものをベースにして今後の活動につなげていくということになるというふうに思います。国にによっててはは条約とか協定についてこれは え、その人権とか、あるいは表現の自由とかそういうことに触れてしまうんではないかというふうにえ、その憂慮する国があります。だから、条約を作る協定を作るというのはかなり先の話になります。どちらかというとキャパシティを作っていくという方がさらにえ給与を要するものです。あのクリスさん、あの一言補足したいと思います。産業界を代表して申し上げますと。とま条約の中で。 まあ私たちが懸念するのはもっとセキュリティが下がるんじゃないかということを心配するわけですその条約によって例えば研究者のアクセスはどうなるのかということですそれをあの時期早々でまあ早めに早い段階で定義しようとするとまあ脆弱性といったもののパッチングができなくなってしまう場合があります法的な問題が発生するかもしれないからですで。 実際的なそのまあ業産業界を代表するとここが一番心配なところです。で私たちは非常にあの慎重に見守っています。この空間での、えー、まあ、規範がどうなるのか、これはま産業界の視点に基づいたその保護というのはどうなるかということを考えて考えていますというか見ているわけです。はいありがとうございました。 あの時間がちょっとどんどんなくなってきましたけれどもあと1問残っているんでしょうかねどうぞこんにちはムナホーと申しますドイツから参りましたで私は AI の医療分野で過去数年間仕事をしてきました私は AI のま専門家ではありませんけれども専門家と一緒に仕事をしておりますそして。 え、このネット eu のネットワークをサポートするということもやってきました。私のこの経験なんですけれども。 そして考えていることですけれどもたくさんの専門家が大勢の専門家が今世界中からあの、まあ、約16の国と私今まで仕事をしてきました知識とか経験、まあ、私産業界それから大手の企業とやって仕事をしてきましたけれども知識が失われてしまうんです。フラッケさんも言ってましたけれども、まあ、この知識のプールを作るというのはどうでしょうかここ今 入手可能な知識全てを集めてサイバーセキュリティだけではなくってサイバーセキュリティを実際に作る人たちあるいはそのことを教えたい人たちいろんなジェンダーの問題であったりバイアスを取り除くことを念頭に置いた形でのプールということです。ベストプラクティスケースを EU のために作るというのはどうだろうかということで初めて私たちは。 まあ、コーチのような人たちを導入して、えー、つまり、えー、心理学者だったり社会科学の専門家の人たちなどを、えー、取り込んでやってみたわけです。 まあ、テクノロジーだけにしか今あの注目がいっていないと思うんですがそれ以外の専門家を入れるというのはどうでしょうか、まあ、知識のプールということでアフリカや、えー、南西アフリカの人たちなどもそこの中に入ってもらうというのはどうでしょうか。 リモートでオンラインの専門家の方が何かコメントに対してコメントをしたいという場合がありますかはい。あの右側の方に1人いますねそれから左側にもいらっしゃいますけどどうですかお2人まず聞きましょうトレッシーさんありがとうございますクッシーと申しますベニンから参りました経済財政省の人間です 財務省の人間ですホラクさんがおっしゃったことに関して一つ質問があるんですけれどもソーラー技術を使って電力不足あるいはその重要なテレコムインフラスタクチャに関しては太陽光発電などを使って電力の不足分を補うということは可能でしょうか 右側の方どうぞありがとうございますダネスと申しますネパール政府の人間です首相府の秘書官をしておりますサイバーセキュリティの議論ずっとサイバー犯罪の問題ずっと今議論しておりますけれどもでもサイバーセキュリティと子供 ととといいいいいううこにに関しててはあままり議論がされな思すレポートの中で女の子5人のうちの1人あるいは13人の子どものうちの1人が性的搾取されているあるいは18歳になる前に性的虐待に遭っているというふうに言われていますけれどもこれはシリアスなことだと思いませんか私たちの将来の課題だと思いませんかこれに関しては 私が考えるべきことについていくつか申し上げたいと思います。まず一つ目、ある種の包括的アプローチをサイバーセキュリティについて持つと。そうすると、別々にチャレンジを分けて、 その全,部だけ全部で扱うのではなくて子どもの部分だけをフォーカスを当てたような活動もするとというのも子どもというのは子どもの独特の性質があるのでそれに光を当てるようなアプローチも一つ必要だと思います。つ目ですけれどどもも先ほど子どもたちにもキャパシティを 造成してインターネットガバナンスとかインターネットテクノロジーなどについて分かるようにしてあげるいわゆるデジタルリテラシーを子どもたちに据えつけてあげるとそして彼らの権利についても自分たちが分かるようにしてあげるということこれは非常に重要だというふうに思います。はつ目ここれはこれが サイバーセキュリティというのが国際的な性格を持っているからこその重要性を持つものですけれども今日それから国際間それから地域間の民間部門もそれから ICT 企業も政府も含めた協力というのが必要だというふうに思っています。これらが技術的な ものを使った性的虐待性的犯罪に対応する上で重要だというふうに思っておりましてこれに関しても対応をお願いできたらというふうに思ってますで、オンラインのコメントがありますよねトレイシーさんありがとうございましたルワナスリランカのルワナさんからですけれどもサイバー犯罪条約サイバー犯罪組織 操作、この条約がもたらす捜査に対する影響というのは何でしょうかそれからデジタルプラットフォームが国の当局の協力を拒んだ場合にどうなるんでしょうかあるいはその国の中にその国がそのいわゆるコンペテントオーソリティを作るということを拒否した場合はどうなるんでしょうかドイツからもありますよねあのおっしゃるとおりだと思います多くの このまあ、知識プールが必要だということそしていろんな国でそれをシェアしていくということが大事だというのは私もおっしゃるとおりだと思います。そして今現在 データベース専門家のデータベースを作るということをラテンアメリカではやってますよねクリスさん確かオープンエンドのグループでもやってませんか国連のグループでもやってると思うんですけれどもデータベース専門家の各国の専門家のデータベースというのを作ってると思います。れ全部すまれますこれでがするはんスにななと思し継続的プロセうんですが これ更新というかアップデートどうするんでしょうかね。まあ、お金かかりますし複雑ですけれども、えこの構想というのはぜひあの続けるべきだと思います。はい。国連のあのは C B M でやっていることでありまして、これは非常に素晴らしいアイデアなんです。で、あのおっしゃる通り、ま政策。 そしてテクニカルの人たちの連携というのをこれは推進しているわけです。でポータルというのがあって800以上のベストプラクティスがそこに入っています指針やツールとか、まあ、GFC のメンバー加盟メンバーだけにオープンなわけではなくてこれは完全公開されています。えオルガささんんん聞こえまますすかんフォラケさんあすいません 失礼しました。カティッチャさんですかあ。見えなかったんです。失礼しました。どうぞどうぞ。えっともうちょっとあの後でまたあの当てたいと思います。まずカティッチャさんどうぞ。 リモートでで参加すするというのは大変ですねオンラインで参加できることをとても嬉しく思っています。ということでたくさんの質問が出てましたね非常に興味深い質問がありましたディスカッションも面白かったと思います。で、えー、国際人権法をどのように適用するのかという話ですけれども国際法の話ですが。えー これはあの交渉の段階でもう関係してくると思います他のあの WEG の交渉などにこれはあのまあ条約がないので関係ないかもしれません。しかしえまあ条約に加盟している国特にその犯罪え調査の場合はそのクロスボーダーというのはもう強,強制的に必須です。でしかしそれ以外はまあオプションになっているんですね。で、えー 国際協力の賞というのがありますがでこれは国際人権法のテーマの一つになるべきだと思います。そして 国際協力とといいうのがそこでカバーされるべきだと思いますしかしそれは国の各国の法律にのっとってというふうなことが書かれていてプライバシーの問題も出てくるわけです。ある国がもう,一つも,うもう別の国に対して犯罪に対する何かサポートを提供したい場合その法律はそのエビデンスを例えば集めたりというのはその国の法律でやらなければなりません。 190カ国以上の国があってその人権とか国際法とかそういったことのレベルがそれぞれバラバラなわけであります。国際協力と一言で言っても全ての国加盟国が準拠しなければいけないというわけではなくてクロスボーダーのサベイランス監視というのが非常に強いものがあるわけですが。 そしてそれは国際法に基づいて決まっているんですけれどもしかしそれは多くの国にとってあんまり良くないわけです。でこの監視サーベイランスというのはとても没入型というか、まあ、実際のコミュニケーションだったり実際のデータがあーそのサブスクライバー加入者が識別されてしまうようなものもあるわけです。 でそれがまあ犯罪化ということで断定されてしまうと大変ななことになります多くの国ではそういったことで人がまあ犯罪人扱いされてしまう場合もあります。例えば LGBTQ だということだけで犯罪犯罪人だというふうに断定されてしまう,しまうこともあるわけですから国際協力はもちろん必要ですなんですけれどもどういう犯罪は協力の対象になるべきなのか。 ということを、えー、まあ、そのまあ門戸を開いて、えー、そして法的なあ、えー、ベースを提供するということが大事だと思います。国によってはそれは犯罪かもしれませんがしかし同時にそれはあの表現の自由なのかもしれません。他の国ではそのようなあの国際人権法、えー、というのがきちっとその 規定に基盤にあればえそしてその判断の基準というものを少し狭めるということも大事なのかもしれませんえそうすれば条約を活用することができると思いますそれが私が懸念する内容です でそしてあの犯罪捜査を拒否する場合ということなんですけれども確かに企業が協力を拒否する場合があります人権に基づいてということで国が、まあ、ある人を LGBTQ ということで犯罪人扱いしたとしますがその場合にはジャーナリストがある、えー、記事を書いたりあるいはアクティビストが、えーまあ、何か SNS に書いたということでいうこと そのリクエストが政府からあったとしてもそれが拒否される場合があります。それは人権にの侵害になるからだということなんです。ですから企業がそれを拒否する協力を拒否するということはあの妥当だと思うんです。もちろんもうあの調査その犯罪がま人権侵害になっているようなものであれば。 またサイバー犯罪であったらこれはまた違いますけれども今現在この国際協力の問題というのは全ての犯罪ということでその国ですね各国が定義する犯罪というのがベースになっているわけです。ですから当局としてその犯罪の詳細が分からない場合もあればあるいは 民主的な国であったとしてもそういった要望に応えたくない拒否するという国もあるかもしれませんしこの要望というのが妥当だということさえ認めない国もあるかもしれません。つまり人権を守るという視点で 拒否すする場合があります情報を提供するということは例えばアクティビストに関して情報を提供するということは。 そのことによってその人が投獄されてしまう場合もあるかもしれませんしこういった調査というのは例えばその人が消えてしまうとかあるいは何か非常に重大なその投獄をされてということもあると思います。ですから犯罪 操作を決して私たちは侵害と言いますか脅威するべきで脅威するべきではないと言っているのではなくてケースバイケースだということだと思います。え、共犯罪の危険の複雑性というのはよくわかりました、えー。サイトの質問があると思うので、まあその後でそのオンラインの方の Q はクローズします。 で最後のコメントそれから救世さんが最後になりますちょっと待ってました、ありがとうございましたクエイトの人間ですけどサイバー犯罪に対する国際協定に関しておっしゃったようにこれはまだもうちょっと先っておっしゃった通りだというふうに思います 多分20世紀ブタペスト宣言というのがありましたよね。これ、サイバー犯罪に関するものですけれども、40カ国ぐらいが証明したでしょうか？で、教育国際的なサイバー犯罪に対する協力というのはそんなにですか？増えてはいません。ただ、協定ではなくて、やはり今の組織の。例えばインターポールのような組織の活動を。 広げた方がいいと思います。国際的にやってますからインターポーポルはちゃんとサイバー犯罪もその対象に含めたらいいと思います。情報交換であるとかあるいは刑事捜査であるとかあるいは。 国と国の関係をそういう問題が発生した時にその円滑化するというのがインターポールだと思うのでそれもサイバー犯罪に対して適用するという方がいいのではないでしょうかつまりサイバー犯罪協定をあるいは新しい条約を作るというよりは今の組織の拡大利用の方がいいと思いますありがとうございますではパネリストお一人お一人に最後の言葉をいただいてまとめたいと思います。 質問に答えつつ最後のコメントをお願いします。クリスさんどうぞありがとうございますオルガさん。今ブダペスト協定がありますよね。で多くの国がその加盟するとかあるいは承認するとかというのがありますけれどもサイバーセキュリティ協定というのは今後先の話になりますけれどもサイ,サイバー犯罪協定というのは交渉中です。で 非常に全部をカバーしようという風な考え方もあるという風に思います。人権を守るとか、で人によってはもうちょっとサイバー犯罪だけにフォーカスを置くものにしようという風な話があるので、その協定がどうの交渉がどうなのか見ていきたいと思います。いずれにしてもコーディネーションを。 もっと良くするというのが重要でインターポールというのも面白い指摘だと思いますしそれから G8G7 のハイテククライムグループというのがあって24時間1日コンタクトポイントを作っておくというふうなことで情報交換をしましょうというふうな動きがありましたでこれはまとめのコメントになりますけどこれ80カ国以上が対応していますで私たちにとってはそのこの 交渉国連でやらない、あるいは地域で何が行,っている行われているのかということをちゃんとフォローしていかないと、皆さんならないような状況にあります。IGF の議論以外のところでもいろんな議論が行われています。で、キャパシティビルディングが本当に鍵です。いろんな国がそこでそのヘルプを必要としています。皆さんにもぜひそういうことをやっていただきたいと思います。GFC でも何でもいいんですけれども、協力をしていただきたい。で、ステークフォルダーであれば1つ、2つぐらい他の,そのグループに にも入っていたただけたらといいいうに思いますでいずれにしても基礎になるのはキャパシティビルディングに関してはやはりいいことも悪いこともやはり実践的なその知識を教えて実践的にしていくということが重要です。マリサさんどうぞ そのキャパシティビルディングに関してですけれども業界ととしても役割を果たすすべきだといいう,うに思います私たちもやはりどのようにセキュリティがみんなに立って高くなるのかということを見ていきたいんですけれどもでもそれは政府間でのことで成立するのではなくてやはりキャ,パタシキャパシティビルディングがあってこそ成立するものです。そういう意味で協力が必要でありまして協力が例えば情報共有であったりとかいうこともありますけれども でもでも本当に最初重要なのは人々にツールを持たせるということですで、こういったことに関して対応していくためのツールですでは副大臣どうぞありがとうございます私としては非常に複雑な問題の議論をしてきたというふうに思いますもう時間は残されていません これれかから必要ななな成果を出していいいけないわけけばわですで私たちが使うクライテリアというのがスタンダードを作るということでありあるいは条約とかそれからその合意を作るということなんだと思いますけれどもしかし グッドプラクティスとか良き共有というふうなルールに私たち従っていないのではないかというふうに思っていて我々としては途上国のコンセンサスという意味においては非常に難しい状況にあるというふうには思います。キャパシティビルディングの話がありましたけれどもやはり途上国のキャパシティというのは先進国のそれとは同等ではありません。多くの 途上国で持っている能力というのはどこでデジタルデバイドがあってどこにアクセスがあるのかあるいは財政がどういうふうになっているのかということでそのレベルにおいて途上国と先進国はその均等同等ではありません。ですから我々としては 時間がなくて全てのものをきちんとして全てを裁判の中で全てを一遍に解決するような時間がないしツールもないということなので協定を作っていくよりもまずはその状況を改善するということが重要だというふうに思いますイザベッタさんどうぞオンラインの方ですねあの最後のコメント本当に数秒でお願いします 最後に申し上げたいんですけれども皆様そして皆様に呼びかけたいのが協力です。本日のディスカッションに参加したことによって私たちは子ども児童の保護守るということにもついて話し合うことができましたウェブサイトを見ていただければ詳細を理解いただけると思います。サイバー 脅威から子どもたちを守らなければなりませんよりオープンな世界が必要ですフォラッケさんはい、ありがとうございますトレシーさん もっとやらなければいけないことがありますサイバーセキュリティのカルチャーというものを推進しなければなりませんコミュニケーションを改善する必要もありますこれは国家レベルでも国際レベルでもそうだと思いますし地域レベルでもそうですそれを元にもコラパートナーとのま協力コラボレーションを推進しそして必要なキャパシティを作っていくということだと思いますではカティシャさんどうですか 5, 5秒でお願いしますありがとうございます私にとって人権 とは普遍的ですそれは基本的に主権とはその反対するものではありません。 したがって条約のサイバーセキュリティに関する交渉の中で最小限のセーフガードというものが必要です国内国際的なこのサーベイランスの権力これは最小限にするべきだと思いますけれどもしかしその代わりに国際協力というのはプライバシー保護国際その各国の法律のプライバシー保護の法律にのっとっていた するる場合があるので国際人権法にこれが抵触というかを侵害すする場合があります主権と人権がその一致しない場合は地政学的ないろいろな緊張があった場合はこの条約では最小限のスタンダードといったものを を推進するというふうに書かれているわけですから、決してその試験を侵害するものではありません。これは国内のスタンダードではなくて、グローバルスタンダードを高めるということであります。人権を決してだき人権を妥協することはいけないと思います。 私たちは相互で支援するべきです。全ての条約は強い人権の推進をするべきです。主権とか人権を低める、低くする、そういった議論ではなくて私たちは具体的な人権のセーフガードというものを国際的にも国内 でも推進するべきです。実験人権というのは前文だけではなくてこの人権宣言全体に書かれている通りでありますから。その協議の狭い範囲だけではなくて私たちはより大きな視点で考えるべきです。トレイシーさん、最後のコメントありますか？いや、あのオルガさん、あなたにあの最後のコメントをお願いしたいと思います。どうぞ。 はいいい皆さんありががととうござまましたた建設的な対話でき思す情報も効果できたと思います協力をするということそしてアクティブであるということ積極的であるということテクノロジーは大事ですし人間のキャパシティであったり人間の能力ということに関して私は隠を持っておりますので今後も学び続け今後も話し続けそしてセッションをこの後のセッションも楽しんでいただきたいと思います。またオン,ラインの 参加者の皆様ありがとうございました専門家の皆様もありがとうございました。